で、これはあの、大学内に貼っているポスターなんですけれども、これはまあこんなことができますよということですね。そしてここに、患者入院された患者さんとか外来の患者さんにはこういうあの、申し込み書をですね、配っております。で、これはあのマイコネットに申し込みますとですね、こういうふうに ID が発行されます。でここに、ちょっとこれ細かくて恐縮なんですけども、ここに利用申請書っていうのがあります。でこれはですね、患者さんが、まずはマイコネットの ID を獲得した上での話なんですけれども、京大病院に対して、私の ID はマイコネット ID はこれなので、お宅の京大病院で発生したデータを私の ID に送ってくださいという申し込み書です。で、例えばその熊本とか宮崎では、これをですね、患者が申し込むという形は取っておりませんでした。むしろ患者さんにあなたのデータをあなたのアカウントを作って送りますと、送ってもよろしいかというふうなですね、同意書を取ってたんですね。ではなくて、京都では あくまでも患者さんが病院に対して送ってくれと申請をするというような形を取るというふうにしています。でこれはまあ後でもちょっと出ますが、 Google ヘルスでも同じようなことをやっているということがだんだん分かってきました。でまあ、ぼちぼちとですけれども、患者さんの申請は伸びているということですね。もうちょっと増やさないといけないといろいろと考えておりますけれども、内政零細企業でやっているものですから、なかなか進まないと。でまあそういうふうな中でですね、ここですね、マイコネットで、まあ、いろんな、データを、まあ、たまりつつあるんですけれども、じゃあそこに、じゃあ今のところそのパソコンが主体だったんですね。でじゃあでもよく考えると、あのパソコンの伸びはもう止まってしまってるし、携帯電話っていうのも非常に有力だろうと。でそれからあと他にもですね、あの京都には任天堂というですね、とてつもない怪物のような企業がございます。でそのウィーとかいうのはですね、私はね実は恥ずかしいんですが、まだ使ったことないんですけれども、あのこれが非常にあの売れてるっていう話ですね。でそこで、任天堂さんと今あの一緒に、このデータセンターにアクセス面の仕組みをですね、あのこの中にアプリケーションとして入れるというようなことで今協議を開始しておりまして、そうですね、おそらく来年ぐらいには何とかしたいというふうに思っています。あの一番親分の山内さんは京大病院になんと70億円も寄付してくれるような方ですので、まあ、これぐらい頑張ってよというふうな感じでお願いをしております。でそうなってくるとまたいろんなチャンネルが増えてくるということですよね。でそれからあとはあのお室でありますね、あそこがあのこう体重を測ると体脂肪とかいろんなことまで全部して、そしてそれを今のところ、自分のところのサービスのところに、送ると。でそれをグラフ化して見せるということをされておりますけれども、じゃあついでにこちらでも送るような仕組みっていうのを作ったらどうですかというふうなことで、まあ、お互いにそのデータをですね、あの融通し合うことによってもうちょっと発展しましょうよというようなことをですね、今話をしております。で、携帯のサービスは今はもう実験がほぼ終わりまして、10月からもうすぐですね、始まる予定です。でちょっとここでデモをしたいと思います。で、またマウスが動いてくれないですね。どうしたの？じゃあこれはちょっと最後に回しましょう。最後これ終わってからやりたいと思います。で、まあ、実際こんな感じで 見えるんですけれども、ちょっと最後にトライしたいと思います。で、ですね、
海外の動向っていうのも非常に重要だと思っていまして、主なことだけちょっとここにスライドで示していますけれども、まずアメリカですけれども、これはブッシュ政権ですねが2004年に発表したことなんですけれども、ヘルスインフォメーションエクスチェンジ、要するに健康データを交換できるようにしようというふうなことなんですけれども、これをですね10年後の2014年までに EHR、 これはエレクトロニックヘルスレコード、訳すと電子カルテなんですけれども、本当の意味は障害型の電子カルテという、だからその人がいろんなところでかかった医療データを全部統合的に見るという、そういうふうな意味ですね。これを実現するんだということで動いています。でじゃあ具体的にどういうことをしているのかというと、地域レベルで例えば京都みたいなところで RIO、 レジオナルヘルスインフォメーションオーガナイゼーション、要するに地域の健康情報の取り扱う組織というふうなデータセンターを作るんだというふうに言っています。でこれは先ほどの我々のプロジェクトで言いますとアイドルフィン、マイコネットとかタニワネットとかそういうふうなものですね、そのデータセンターのに相当します。で患者の個人情報をそこで管理します。で要するに実名でデータが当然飛んでいますからね。で患者さんがそれを見る、ないしは患者さんがコントロールするという前提のもとでいろんな医療機関に見せるということをするんですね。でそういうことをやりましょう。で全国レベルで言いますと NHIN と言いまして、ナショナルヘルスインフォメーションネットワーク、これはまさにスーパードルフィンに相当しまして、で、彼らも言ってますけれども、データはここは持たないと言ってます。でディレクトリーサービスに特化して中央のデータベースはない。で当然あの ID がこの人の ID はこの人いくつあります。でそのそれに付帯するような情報なんですけれども、要するに個人情報というのは管理しなくたって大丈夫ですね。 ID だけで十分できます。スーパードルフィンも実は、個人情報は全く持っていません。もういわゆるその、一番上の ID を公開もしませんけれども、そこを自動的に作って、その下に、例えば私が2箇所3箇所で ID を持っていたら、この人は何箇所になるというものを管理しているだけですね。ですから小さなパソコンのところで日本人全部が開かないということです。でこういうことをやっているというのが、アメリカの状況です。でところがですね、2004年ですからもう4年経ったんです。でしかもいろんな話を聞きますと、何千万ドルという話、ものすごいお金がですね投じられています。で今年の計画を見ててもですね、先ほどのこれの開発に2000万ドルだったかな、100万ドルが1億円ですから、ね、2000万ドルって20億円ですかね、ものすごい結構お金使ってるんですね。でなのにですね、なかなかその成果が見えてこない。で日本にいるから聞こえてこないのかなと思っていたんですけれども、ところが最近の動きっていうのは一番派手なのはこれなんですね。これは民間でもう待てないよと、とでも言わんばかりにですね、もうどん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 先を行っちゃってるということです。ですが例えば Google ヘルスっていうのはご存知だと思います。今年の2月ぐらいだったと思いますけれども、ヒムスで発表したんですね。エリック・シュミットという一番偉い人がいますけれども、でそれからマイクロソフトヘルスボールと、これ金庫という意味ですけれども、全く同じような考え方で、彼らはそれぞれ例えば、Google だったら、無償の、メールアカウントをどんどん発行して